やっぱヤバいみたいな強いですか。メイウェザーはボクシングはマジで強いですね。まあ、別格なんですか。別格50戦も入るんですかね。確かにヤバいです。天心くんはあんな感じでね、チャンが倒してましたけど、はい、天心くんも目めっちゃいいんで、当たらないんですよ、そんな感じ。彼だってダウンしたことない、40戦ぐらいしてて、それがちょちょってやって10億ぐらい稼いで、はい、パパって帰っちゃいましたから、まあ、バケモンです。43ぐらいですか。確かにね。求めてても普通かしらないですよね。素人からして誰が強いとかいまいちも分からない、分かんないですよ。名前とかしか聞かないとか。確かに確かに確かに。成績見て違うね。まあそうですね。競技によって全然違うんで。逆に総格闘家で何でもいいじゃないですか。はいはいはい。メイウェザーと総格闘やったら余裕で負けますよね。ああ。さすがにそれは。ボクシングやったら多分余裕で負けますね。一緒使えないですね。そうです。だいぶ変わってきます。別のスポーツって感じですよね。もはや。卓球と野球ぐらい違う。全然違うんですよ、マジで。私、100メートル走と400メートル走みたいな。違うもんね、全然。確かに。100メートル走と10種競技ぐらい違うんですよ。へぇ。全然。総格闘技のやることめちゃめちゃある。いろんな能力が必要ってことですね。そうですね。